ご覧の皆さん、明日に輝く星をつかめ。どうもこんにちは、星のあすかです。今日はですね、ちょっとピアノをお友達に借りるということがありましたので、なのでちょっと私の好きな曲と好きな曲をつなげて、で最初のちょっとキラキラ星の曲を中国語の歌詞で歌いながら、その後ちょっとタイトルを忘れた曲と途中からつなげて弾いてみたいと思います。はい、そして中国語の歌詞が飛んでるところは日本語で歌っていきたいと思います。ぜひ皆さん、ちょっと新しいアレンジに癒されてください。それでは早速行ってみましょう。レッツスタート。じゃあ行きます。はじゃないですね。じゃあ行きます。スタート。じゃあもう一回いきます。はい、じゃあいきます。こちらはちょっと真剣に弾きたいと思います。間違えるかもしれないんですけれども、こちらは中学生の時に、合唱の曲で弾きました。はい、もしかしたらご存知の方もいらっしゃるかと思います。終わった後にタイトルを当ててみてください。じゃあ行きます。ありがとうございました。正解はマイバラードです。はい、ちょっとこちらの方は真剣にちゃんと弾いてみました。いかがだったでしょうか。ちょっとね、三味線は毎日弾くんですけれども、マイバラードはちょっと久しぶりだったんでびっくりしました。では最後に、私も12月5日誕生日だったので、全ての人に向けてハッピーバースデーソングを弾きたいと思います。ちょっと弾けるかな、わかんないんですけど、いきます。ちょっとお見苦しい感じでしたが許してください。
もう一度ちゃんと練習してリベンジしたいと思います。まあ、あのね、真面目に弾けたのと、アレンジをかけて歌があったのと、中国語があったのと、ちょっと、っていう誕生日ソングがあって、まあ、こんな感じです。あっチャンネルはいつも。はい、では私、おめでとう。そして、今日、そして明日、来月、誕生日の方、おめでとうございます。では、最後に、私の人生の座右の銘は、人に優しくすること、人を幸せにすること、そして、素敵な、お配りすることです。いいなと思っていただいたら、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてグッドボタンもぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたね、バイバーイ。再见。